あなたの住まいに寄り添い、人と家を結ぶ、常にありがとうの気持ちを忘れずに、出会いに感謝。レジデンシャル不動産、会社の育成を描く経営企画部の2人、その人物像とは。まあ、マイペースな性格だと思っていまして、自我が強いのかなとも思ってはいるんですけれども、今だいたい60後半ぐらいの体重なんですけれども、マックスで90ですね、90後半まで行ってしまったことがありまして、もともと食事が人の2倍ぐらい食べていましたので、それをまあ 1-2枚に減らすっていうところを始めて、まあ、あとは軽い運動、あんまり厳しい運動はせずに、まあ、長く続けられるような形で30キロぐらい痩せました。そうですね、趣味はもう本当最近になってしまうんですけれども、フットサルの方をやるようにしていまして、大体1試合5分ぐらいするんですけれど、まあ頑張れて2分ぐらい、もう後の後半はほぼ突っ立てるだけのような感じになってしまいますので、まあ、ただ突っ立てるだけだと仲間のためにならないので、まあ、率先してキーパーをやったりですとか、まあ、交代して応援に回ったりとかということをして、まあ、フットサル楽しんではいます。ここまでやろうとしてますよの状態で、まあ、生の状態でいろいろ打ち合わせをして、でそこで一緒に作り上げていく、まあ、そういうところを心がけるようにしていますね。まあ、昔からと、まあ、とっつきにくいというか、まあ、顔がちょっといかつめ で話し方もぶっきらぼうなところがあって、人からはこうちょっとこうとっつきにくいなと思われるので、まあ、自分でもこう分かっているような感じなんですね。でそれをこうキャラクターをうまく変えて、コミュニケーションをうまく取っていかなくちゃいけないというふうに日々悩んでいるそういう性格まあ、ここ1年半ぐらいですかね、うちの嫁さんが御朱印帳集めがすごく好きになってしまいまして、最近はその京都とか三重とかですね、ちょっと遠方の方になってきまして、この周辺で私が探して連れていかないと、かなり遠くの方にばかりになってくるんで、疲れちゃうなって感じなんですけれども、まあ、そういうのをこう一緒に出かけていって御朱印をもらって、まあ、実際見てるとすごく心が落ち着くとか綺麗だったりとかっていうのもありますので、まあ、一緒に楽しんでいるというような感じですね。仲間と共に夢を追う、仕事に誇りを持ち続けられる企業へ、日々の出会いに感謝。レジデンシャル不動産は武蔵ヒートベアーズを応援しています。監督の隅です。コーチの片山です。上昇軍団目指して頑張ります。あなたにとって記憶に残る出会いとは。まあ、前のお仕事で、社長をやられた方に、まあ、教えていただいたんですけれども、やっぱりその自分が自分がっていうことではなくて、利他の心って言いますかね、利益の利に他人の他って書くんですけども、他人の利益になることを心がけるというようなことを教えてくださった方がいて、まあ、非常に素晴らしいなと思って真似をしたいというふうに思う方がいらっしゃいます。